日本代表、前線爆発で中国をフルボッコ。日本代表強すぎる。さすがにレベルが違いすぎたな。やっぱ代表戦面白すぎる。得点めっちゃ入るし最高の試合。ライオン暇そうだったわ。俺らの伊東純也。伊東のゴールが本当に嬉しい。涙出てきたわ。代表に戻ってきて、最初の試合ホームでゴール決められるのは最高なんよ。やっぱり滝なんだ。滝がキレッキレすぎる。これぞモナオウ。滝のゴールも三笘のゴールも伊藤のゴールも見れたの贅沢すぎる。伊藤と三笘と久保レベルの WG が代表にいる奇跡。もともと格は違うんだけど、実力通りに点取れる今の日本代表はやっぱ強いわ。日本代表における久保建英のシャドウは最強すぎる。ほとんどのチャンスが久保から始まってる。阪神より日本代表の方が点取ってて草。